Japanese. いや、お疲れ様、さき。スロー。スリルです。よっしゃっしゃー。ヤング。本日の企画はとっても嬉しい企画だぞ。じゃぞってなんで。ということで、本日はメンバーのスリル君に嬉しいお知らせがあります。よー。では、スリル君真ん中に来てください。どういうことっすか？僕だらね、渋谷ぶらり旅って付き合わされるのか。どういうことっすか？こちら今からスリム君にこのブルーバーン1万円、嘘でしょ、これを使って30分以内に使い切ってください。来ました、今からこの1万円を30分以内に。待って待って、決めえなあいつ。はい、というわけでね、条件は2つあります。30分以内に使い切ることと、使い切る、はい、あとはファッションアイテム限定。ファッションアイテム銀座渋谷無限にあるぜ。1万円はこれオーバーするのはダメだろ、普通に考えて。ダメなんすか。なんでいいんだよそれ。結構少ないよ。30分でしょ。待て待て、目処を立てたい。まあ小物でもいいし。さあさあ、考える時間なんてないよ。もう行きますよ、よーいスタート。スタートスタート、30分スタート。急に始まったね。これ疲れるよちょっと。とりあえずパルコ行きます。え、ねえねえ、パルコの方はないだろ。え、パルコあるでしょ、なんかエイプ、まあ、あと30秒切ってるよ。あと30秒切ってねえだろスリムマジでしょ。スリムはパルコに向かってますよ今。俺もうセキュリティだ。え何が起きたの。はいはい、あいつ撮影のこと考えてなさすぎる。あいつ撮影のこと考えてないだろ。何を買うんでしょうかパルコで。気に入っててくれ。いや、それデブの差が。あ、そうでしょ。どうも、これもどうも、そうですよ。これもう何も取るんですか。十時じゃないの。いや、知らん。俺についてる。これちょっとご飯さ、家系食べない。スロバイ。ダメだよデブだな。やばい。スリムの企画だよ今日。スリム君。着きましたよパルコ。なんだよ。動けよ。何やってんだよ。十時から。やばい。あと残り時間26分。つってないんで。もうベイプも11時間なんですよ。はい。これロスタイムは大丈夫ですよ、ね。いや知らんよ。いや入る。全然入る。企画始めた人の問題でしょ。でも動けよ。うるせえ。視聴者にはリアルを伝えなきゃ。そうだよ。いやでも欲しいのがベイプヒューマンメドラ編なんで、やっぱここ開かなきゃ何もないよ。これ予想もつかなかった。ベイプヒューマンメイドでしょ。ヒューマンメイド。え、めっちゃあれじゃない。え、チーズドッグは。それ JK の会話。バカだな。よし、なんか考えよ。ついに出てこなかったじゃん。キングタイム。反時計回りなんですね。ストップ、時計の針を止めるっちゃ。ミーン、ミーン、ミーン。ベビータッピー。はい。おでもまだ25分あんだね。でも店開くなって5分だよ、もったいなくない。じゃあさ、タピオカだけ買ってきていいですか。えだってね、何ファッションじゃないの。だってここにこうたファッション、それ JK がインスタにタピオカまでファッションだと思ってるやつ。これをここにファッションとしてタピオカ持つか持たないか。その手なんだよ。これタピオカのあの縁のとこ、あピッタしたくなった。ヤングまた来んじゃね。なんだカメラマンだけちょっと嫌だって。あそうだ。最近お前らやべえからな、視聴者覚悟しとけよ。あと24分しかないですよ、もうとりあえずベイプ先行きますか。じゃあそうだね、すげえ余裕あんだ最初あんな話。あ、俺ついてこいバカ。こいつやる気ない。えこいつやるしねえって何言ってんだ。来ましたよ、残りあと1分。すいません。おーもうすごい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 。あの人だってこんな早くから並んで小物買いに行くから、ね、確かに1万円じゃ小物しか買えないからな、うん、おー11になったよ、11になったよ。なりましたよ。スイム開けてみれば。スイム開けちゃえばいいじゃん。今行ってきましたよ、スリム君。行ってきましたよってなんで。行ってきましたよってなんで。黙れよ。やばいんじゃない。でも多分無理でしょ。いや無理でしょ、何買うんだって。何買うんでしょうか。スロボイだと何食うの。何食う。食うんだな、めぐる食い物売ってんだ。やるぞ。またモザイクじゃん。チョコエクうまい。やってやった。やったダサくねえか。今会計してる感じかな多分。何買ったんだろあれ。ちっちゃいね結構袋。ショッピング普通にしてんじゃんあいつ。何楽しみやがってよ。何してんだよ。Japanese。あと何分、あと何分。13分しかない。Oh my God the Father。次は。え？9万目だ。Oh my God the Father って言ってたけど。9万目でありましたよ。なんか個人的になんか買っていい。バカかお前。ちなみにあともう11分です。もう行くとこないんじゃ。全部使うのかな。わかんない。でももう買ってる。おお。早い。
もう会計してるよ。1万円だからね。ワンちゃんニット帽とか T シャツ買えんじゃん。うん。お、結構残ってるね。結構。あいつってマジで恥ずかしいんだな。あいつって恥ずかしいやつだな。残り10分です。お腹すいた。なんだよ。それしか言わねえな、マジで。お、今ちょうど出てくるのかな、もうそろそろ。自分だったらどう使うかっていうのをすごい考えちゃう。俺は1万足してジャケットでも買うかな。なんでだよ、企画つぶしじゃねえ。あいつ世間話してんぞ。そんな時間ねえだろ。あいつ世間話してるぞ、ね、よくね、店員とかにもそうだけどナンパする癖あるんだよ。あいつ世間話してるぞ。殺害してやろうかな。 あ、時間なく来た。ヒューマンメイドの店長が俺のことしてるみたいですよ。そんな時間はないんだよ。でもあと7分ございます。あといくら、あといくら、いやもうない、あといくら、あと1800兆。そんな時間ねえんだよお前。スリム、どこ行くの次。スリム、時間見ろよ。見んなよ、殺す。次は、次は、次は、もうあと1800ぐらい。何、ユニクロ行きます。ユニクロ、よっしゃ行くぞ。うちでスリム、うぜえな。出せんだよ、それ渋谷でやんな。ジャパニーズ、もうオーナー諦めた。入った。あいつ買い物にガチすぎて、あと5分あるよ。でも取れたか気にしてないのよ。ユニクロに入りましたよ、スリムは。やばい、やばい、ね、スロー、どうしたな、スロー。あ、スローボーイ。スロー、スロー、スローどうした、スロー。違う、ヤック、またスローで。なんでなびくのまで再現してんだよ。あと2分11秒ですよ。これ、帰ってこなかったらどうなんの。これね、帰ってきて時間が過ぎてた場合、過ぎてた時に買ったもの、はいはいはい、買ってくるものは自腹です。じゃあユニクロで買い物できても時間が過ぎてたらもうそれ全部自腹。そうだよ、ナイスローボーイ。そうだよ。なんでそんなポップなんだよお前。お前超疲れてんじゃん。1分50秒です。絶対無理だね。いやこれ何買ってくるかも問題だけどね。俺はちょっと絶対無理に1票かけようかな。いくらかけてくれるの。7億本気で命がけ。カイジの世界。あ、こうやってカイジだ。すごい。もう見えちゃってる。しかも何買ったかもう見えちゃってる。すごい。もう終わり。あと1分半あるよ。終わりです。あのいくら。お、もう使えないです。あと300円ちょい。お前ジュース買い、ジュース買い、ジュース買いよお前。え、スリム、スリム、スリム、ダメよお前。お前ファッションアイテムじゃなかったらダメだよ。しかも確かにファッションアイテムじゃないわ。スリムがあと100いくらを使おうとして。ダメだよ、もう自販機行きましたけど。ファッションアイテムじゃないよ、スロボーイ。あいつがどう使ってくるかじゃない。確かに。ジュースをもうファッションにするかっていうね。そうそうそう。うわ、あいつ多分2本とか買ってんじゃないの。うわ、あいつピーチネクター買ってるぞ。俺大好きだな、ネクター。戻ってきて、あいつは残酷な事実を知ります。ファッションアイテムじゃないということを。しかも見て、あとこれ30秒以内に買って。おー、すごい、すごい、ひしひし。見て見て、30秒。はい、終わりますか。おお、ところで押して、自分で押して。はい、はい、完了しました。でもこの3つは自腹です。ジャパニーズ。いやー、レイレイレイ。ということで時間もちょうど使い切って、はい、気になる結果発表の方を、はいはいはい、お願いします。商品紹介でいいですか。そうです、はい、買った順に出していきます。いや、うまかったんじゃないの買い物。まずはアベイセン A。 おー、1店舗目ね。はい、ごめん。普通にキーホルダー買いました、はい、いくらだった。これいくらなんだろうな。あの手後ろにやんないと。ほら、これ見えてる。坂上忍ぶ、それで2つ目。もう1つエイプで。いいよ。ちょ、見にくいんだけど、出そうかな。かわいいよ。え、コインケースっす。ちゃんと買い物すんなよ。だからお前欲しいもの買ってんじゃねえよ。ではお前の指紋がついた。これいくらの。これ多分2つで3000しないぐらいでしょ。なるほどね。エイプはこの2品で以上になります。はい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 。続いてヒューマンメイド行ってきました。なんかあれださ、リゴンさんが好きなのか。はい、じゃあ行きます。大きいのから。いや、え、これはいい買い物じゃない。したくした。 お前さ、いくら。ちゃんと買い物してるじゃん。超可愛くないですか。めちゃくちゃ可愛い。これ靴下ね、もらった。はい、続いてシューレースを1個。おお、いいね。ちょうだい。うん、ヤング、なんか今のヤバい。ヤング、また叩かれるよ。続いてラストになります。カラビナ2種類買っちゃいました。何で2個買ってんの。何色と何色ですか。これは白とピンクですね。いや、銀じゃん。いや、聞いてくださいよ。なんだ。お店で3種類あって、もう一つ水色みたいなのあったんですよ、はい、で、シルバーとピンクくださいって言われたら、わざわざ、あ、白ですねって言はい、ヒューマンメイドは以上になります。はい、もう結構買えたんじゃない。で、もう本当に時間がなくて、最後ちょっと猛ダッシュでユニクロ行ってこれ買いました。おぉ、かわいい。さっき持ってたやつだ、はい、これいくらしたの。これこれ1500。黙れ。まだあんの。ラスト、もうちょっと時間なくて、でもちょっと金が余ってたんで。さっきのね、最後のやつね。あ、どう。いや、ダメだ、これはお前ファッション。なんで、なんで、なんで、誰が決めた。俺こうやって、この持ち方で一つのファッションとして持ち歩いてるけど。ファッションとして持ち歩いてる。ジャパニーズ。買ったもの
以上なんですけど、俺も買いながら誰にあげようかなっていうのをマジで想像してました。まさかサプライズ、これもしかして。もうそうです、もうこれはもうメンバー愛が俺の2つ買ってたのって、そういうこと。欲しいかも。なんだ黙れよ。いいっすか、俺の勝手な感じで。嬉しいな。マジか。これヤングです。まずカラビア、ありがとう。マジで青持ってるから転売しよう。やっと、めちゃくちゃ嬉しいよ。これとこれは絶対俺。おお。あ、自分のもちゃんと買うんだ。なんで飛ばすんだよ、まず。で、これはどうしよっかな。一回保留で。あ、保留ね。スローの。で、スローが残されたの。スローが、ここで選んでる時点でヤバいだろ。お前喜ぶの攻めてあげろ。あ、炭酸が好きだ、スロー。はい、でもう少し。で、これは俺とザキ。マジ？なんなんでそれ。で、これはヤン。おえ、マジ？撮影家でいつも使わせてもらってるから、これあった方が可愛いかな。ありがとう。マジか。スローボーイレモンスカッシュだっけ。以上です。スローボーイ、スローボーイ、スローボーイ。危ない、怖い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 。スロー大丈夫ですか。スロー爪かじ始めた。お前さ、それ古事記だよ、それ。